サルームデルタ国立公園は、セネガルに6つある国立公園の一つで、その面積760平方キロメートルは、同国最大の国立公園である、ニョコロイ・コールコバ国立公園に次ぐ。この国立公園の全域を含む一帯は、2011年にユネスコの世界遺産リストに登録された。サルーム三角州の衛星写真セネガル西部の大西洋沿岸に位置し、南はガンビア国境と接する。シヌサルームの三角州の主要部分を占め、マングローブなどが生い茂る湿地帯が広がる。その環境は湿地帯以外に砂地の多い小島、海洋環境、サバナなどによって構成されている。1976年5月28日のデクレで国立公園に指定された。1981年にはユネスコの生物圏保護区に、1984年にはラムサール条約の登録地にもなった。2005年にはサルームデルタの一部分として世界遺産の暫定リストにも加わり、2011年にサルームデルタの世界遺産登録に伴い、その一部分となった。観測される主要なビオトープは、マングローブの茂る、泥質地、炭と呼ばれる、不毛の土地、海岸、砂の小島、海洋、高木の見られるサバナ地帯である、スーダン帯などである。サルームデルタに集まる、水鳥哺乳類はそれほど多くはないが、イボイノシシ、ブチハイエナ、ブッシュバック、サバンナダイカー、バタスモンキー、プロコロブスバディウスのほか、マナティやイルカなども数種が生息している。鳥類は国立公園全域で観察され、コフラミンゴ、コシベニペリカン、オニアオサギ、ハシボソカモメ、ズアオカモメ、アメリカオオアジサシ、オニアジサシ、アフリカクロサギ、エボシメガネモズ、オグロシギ、ソリハシセイタカシギなどが飛来、生息している。また、多くの種類の旧北区の泥住関係動物も生息しているほか、魚類も114種生息しているが、これはセネガル国内では特に種が多く集中している地域となっている。ありがとうございます。